1分間で最強に面白い漫画を決めるコミックブレイキングダウンオーディションを開催いたします。あ、特に音楽ないんだ。おお、結構響くな。ぐにゃぐにゃとこう体も柔らかい、戻るんですよ。それから急にロボットになるんですか。俺テレビでもこんなにうまく喋れたことない。1分間作品プレゼンバトル、ローガンピーラー。今日は熱い漫画魂を持った2名の漫画家たちに来ていただいています。漫画家たちにはそれぞれウェブ CM マークをかけて作品のプレゼンバトルをしてもらいます。審査員は編集歴57年、弊社ヒーローズ代表の白井克也社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作品プレゼンバトルに勝って白井社長を説得できたらウェブ CM マーク獲得です。それでは挑戦者の方お入りください。お、あ、特に音楽はないんだ。あ、音楽はないんですか。どうも皆さん。あるよ、ここにあるよ。怖い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 、うわ怖い。いいですか。おお、結構響くな。お、警察が来るよ。もういいんじゃないでしょうかね。採点に影響するよ、あんまりやると。いや全部これで全部だと思う、はい、こうやって俺が倒れたりしていけない。多分ですね、この番組は企画倒れです。ド派手な登場で、むちゃくちゃです、はい、むちゃくちゃです。私が強気だったのはここまでです。まあいい やりましょうか。どうなるんだろう今日。いや本当にもうわからない。あとの名前なんていうの。有川です。有川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、白井社長もよろしくお願いします。こちらこそ。それでは自己紹介を、うん、分かりました。まずお願いします。社長、佐藤二郎です。私スピリッツの創刊の編集長ということで、もうスピリッツ学生時代から本当夢中になって読んでたんで、どうか僕を勝たせてください。以上。ありがとうございます。どうなるんだろうこの番組。はい、バロン先生、お名前と。こんにちは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 。漫画家のバロン吉本と申します。はい、自分でもよくわからなかったんだけども、画業65年らしいですよ。すごいですよね。うん、俺なんて言った今。画業65年。はい、そうなんだよ。そうなんだよ。ね、何が起きた今。65年っていうことはだよ、65年だよね。当たり前ですよ。要するにそれだけ元気だったっていうことよ。いや、おっしゃる通りですよね。で、ある人にね、その元気の元は何ですかって言われたことがあるの。聞きたい、俺も聞きたい、ね。まあ大したことじゃないんだけどさ、ロボタコ踊りっていうのを私やってます。ロボタコ踊り。ロボタコ踊り、タコがこういうふうに踊るでしょ。はいはい、ぐにゃぐにゃっとこう。あ、でも元気、体も柔らかい。踊るんですよ。83歳。それから急にロボットになるんですか。こういう風な踊りになっていきます。なるほど。で、音に合わせて、はい、あ、なるほど。音は鳴っておりませんけど、本来はすごい軽やか。ただね、バロン先生、はい、ただね、はい、ちょっと自己紹介長い。バロン先生は画業65年で、はい、まあ、住居伝などの人気作で大御所の漫画家ですが、はい、佐藤先生は今回漫画脚本初挑戦とのことなんですが、うん、そうですね、はい、初めてですね。実際に漫画脚本してみていかがでしたか。私映画の3作目監督3作目の脚本を何ヶ月もかけて書いて、それを映画にしてくれってプロデューサー30人ぐらいにアタックしたんですよ。そしたらみんな一様に面白いって言うんだけど、ただ今映画は、今の日本映画ってやっぱり有名な漫画とか有名な小説の原作ものじゃないと難しいと、オリジナルは全部後回しにされるということを言われて、ちょっと諦めかけていた時にヒーローズの編集長が読んでえらい気に入ってくれて、これ漫画にしましょうって言ってくれて、でも最初は僕はちょっとまあ
あくまで映画シナリオ、映画にしようと思って書いたシナリオなんでってお断りしてたんだけど、まあ3ヶ月ね自分なりに神経注いで書いたシナリオがこのままね成立せずに埋没するよりは何かの形になって世に出してほしいって思ったから OK したんです。そしたら永田亮先生が書いた1話のネームをね、ネームって言うんでしょ、はい、下書きね、はい、ネームを見て、ね、驚いたんです。あの僕がそもそもやりたかった映画でね、そのな、え、な、何この作品、要するにジャンルがわからないドキドキ感というか、うん、緊張感と言ってもいいかもしれない、あるいはその既視感のない緊張感みたいなものが僕がやりたかったものが一番のネームに見事に表現されていて、もう僕自身ものすごいこの先が楽しみだし、漫画原作の映画っていうのはたくさんあれと、うん、映画のシナリオが原作の漫画ってあんまないような気がするんで、うん、僕自身も楽しみだし、皆さんもこれからぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、うん、俺としては俺テレビでもこんなにうまく喋れたことない。素晴らしい、ありがとうございます。バロン先生のおかげです、うん、生しい、映画シナリオなんですよ。それを永田先生があの漫画にしてくださってるっていう、はい、あの本当にまっさらな気持ちでやっぱり見てほしいから、これよく言うことなんだけど、俺が何か言うたびにさっき言った「え、何この作品」とか、ちょっとジャンルがわからない緊張感っていうのがちょっとこうこぼれ落ちていくような気がするんで、ちょっとごめん、アピールは今のでバシャッと喋ったから、アリちゃんそれで勘弁してくれ、はい、連載をお楽しみということですね、はい、いいね、アリちゃんカメラ目線、アリちゃんのカメラあれね、オッケー、僕もこのああこうや、あのバロン先生の3話までちょっと拝読したんですけど、この主人公のシンジとバリカン、はい、僕は両方ともまあ魅力的なんだけど、このバリカンの先が気になってしまう、1話で早くも出てきますからね、うん、その2人の対比というか、はい、そのこのバリカンの底知れなさっていうのがね、ちょっとこの先楽しみです僕、はい、楽しみにしてます。バリカンがめちゃくちゃこう舞うように戦うんですよね。それをだいたい1ページの絵で先生表現されてると素晴らしい、まあ、ちょっとした超能力的なね、ね、なんかそういうのもある、ものをその感覚の中に持っていて、その通りに体が動いてしまうという、うん、舞うようにって感じですよね、うん、舞うようにこう、そうなんですけどね、でもそれを普段意識的にリングで生かすとかそういうことはできないんだよね。あるきっかけ、ふっとした怒り、ちょっとした怒りね、憎しみとか誰かを助けようとか、そういう時になんかこうスイッチが入る、パッと、そういう時に人が思わないような強烈なパワーが発することができるという、うん、寺山修司さんのああこうやも確かにいろんなキャラクターが出てきて面白いんだけども、うん、その構成力が違うんだよね、うん、漫画と。で私はそれを漫画風にしてこの2人を大事にね、この新宿新次とバリカンの2人を大事にしながら、中心にしながら、新宿のいろんな者たちと関わっていく。ね、そしてどんどん成長していく。で、ボクシングの階級もね、上がっていくという話を書いていくつもりです。いや、すごい、バロン先生がお見事に作品のあれをおっしゃったのに、私主人公の設定まで言わなかったから、なんかちょっと言った方がいいのかなという気になってきましたけど、まあいいか、どうですかね。ちょっとだけ。ちょっとだけ、なんだろう、でもこれも言っちゃう、誰か例えばこのポスターとかご覧いただいても、ちょっとバイオレンス系かなっていうふうに、あの思われるかもしれないし、そういう側面もあるんだけど、僕はやっぱりあくまで書きたかったのは、まあ人間ドラマといいますかね、人と人とのつながりというか、そういうところを書きたかったんで、まあ最終回まで読んでいただけたらなと思いますけどね。これでいいかな、ヒューマンドラマ書くとき絶対ダークさも出るからね、あ、ドロドロ、人間の汚い部分みたいな、そう確かに、もう楽しみ、俺自身がすごい楽しみです、うん、楽しみですね、うん、本当に白石町は
いかがですか、楽しみですよ、やっぱりお二人とも、はい、このいきなり電話かかってきて、うん、石原ちゃんちょっと話があるって言うから、うん、なんだろうな、したそして原稿の持ち込みで、うん、それを書いたんだけどちょっと読んでくれないかと、うん、そういうね、これですよね、そう、これをね80を超えて、もう80超して名のある漫画家でね、この人はね新人並みにねそれはちょっとびっくりしましたね。で読んでみたら あれは面白いんでここまで来たんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。どちらも面白い作品だと思うんですけれど、うん、今回は最強の面白い漫画を決める、うん、ということなので、うん、このどちらの作品が面白いかを勝負していただきたいんですね、うんうん、勝敗をぜひリングの上で決めたいと思います、うんうん、何ですよこんな銃持ってる人と。いやいや、でもまあこれであとリングになるわけ、うん、それでも、はい、リングの上で作品のプレゼンバトルをしていただきます。プレゼン、嘘、あ、それが今じゃなかったの、これ雑談の、え、マジで。え、さっき言おうと思ったこと全部言っちゃったよ。今言っちゃった、本当にマジで。俺血の出るような練習を家でしてきて、だからリングの上じゃなくて俺ここでやっちゃったから、だからもうリングに上がってやることないし。まあまあ、うん、上がろうよ。上がりますか。いや、バロン先生が言うなら上がります。それでは先行、バロン吉本先生、はい、1分間作品プレゼンバトルコミプレイキングダウン、はい。私にとって20年ぶりとなる漫画連載、それは寺山修司原作のああ荒野です。舞台は1960年代の新宿、少年ボクサーのシンジとバリカンの青春アクションものです。その原作を私なりの解釈で大胆に向き合ってみました。人間をつぶさに観測し丸裸にしていくと普通の人っていないんですよね。個性と個性をぶつからせて人間模様を不自由、不道徳、不規則、不条理に奇妙に表現していく、そこに広がる世界こそ荒野なんです。私は戦前後までで満州の荒野で遊び回り、終戦と同時に引き上げてその後新宿でどれだけ遊んだか、私は主人公のシンジとバリカンと同世代です。俺たちは同じ新宿を見てたくさんのアウトローたちと生きてきた。寺山修司が書いたああ荒野の内容は私自身の体験と重なります。そう思い立ったらもう私の意欲に火がついてスイッチが入ってすぐに原稿に取り掛かりました。終わり。試合終了です。よかった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 、素晴らしいプレゼントです。ありがとうございます。素晴らしい、完璧、素晴らしい。なんとチャーミングな方なんだろう。はい、それでは高校佐藤二郎先生、1分間作品プレゼンバトルコミプレイキングダウン、ファイ。私はさっき1分間言おうと思った、全部言っちゃったんで、言おうと思ったことさっき、だから編集の宮崎が考えたカンペを読みます。宮崎カモン、よし、はい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 、どうだっけな、どうだっけな、どうだ、どうだ、次々に人を殺していく主人公山田、一見バイオレンスが売りなのかと思いきやそうではないのが本作の魅力、主人公の寡黙ゆえさへの老眼で見えない寡黙さゆえの不気味さと考えの読めないキャラクター性が先の見えないドキドキ感や緊張感を演出し、それが他作品では見えない面白さにつながっている。なぜ主人公は殺人を繰り返すとか、大和の悲惨な生い立ちを追いつつ、徐々に明らかになっていく、明らかになっていくその理由には現代に生きる人々にも少なからず共感できるものがあるはず。ご期待をこう。どう、試合終了です。どうもありがとうございました。早かった。なんだ、じゃあもっとゆっくり読めよかった。やっとゆっくりよかった。途中でさ、滑舌が回らなくなってさ、俺ちょっと役者としてどうなんだっていう。いや、面白くないんじゃない。いや面白かったですよ。面白かったですか。うん、いや、面白さという意味ではバロン先生の100倍面白かったですよ。ではありがとうございます。はい、では俺的には塚浩平さんの戯曲みたいにこうやってやろうと思ったんですよ、一応役者なんで。そしたらさ、1分っていう制限もあるし、
何より老眼で見えないのよ。だから動いてると余計見えないから結局じーっとこうしていったというね、老眼ということが。それでは白井社長、判定はドローです。ドロ ー、まあドローボー、まあそうね、よかったね、よかった。それでは第一試合はドロー。第一試合、はい、いやもういいだろう今の。第1ラウンド、俺は結構汗かいてやったよ。第1ラウンド、白井さんも引き分けっていうドローでこれでいいじゃないか。アリちゃんまだやりたいの？最終試合があります。最終試合何がありました、はい、最終試合はご自身の面白いエピソードで。もうやめてよ、ご機嫌ようじゃないんだよ。サイコロ振るんだよ、そんなの。まあでも、いやでもそれはバロン先生たくさんおありだと思うよ。もうバロン先生、僕バロン先生の聞きたい、はい、はい、勝負の行方は第2ラウンドです。お楽しみに、はい。